こんにちは、アーティストの大西健太郎と言います、この部屋は、南米のエクアドルの、プロジェクトの、空間です、私は、エクアドルへ、日本の盆踊りを伝統的な技法として持っていきました、新潟県にある、十日町市あざみひら集落という村に残るしっちょいさという踊りです、しっちょいさには3つの特徴があって、まず踊りはとってもシンプルです。こう足のような三角野郎がちょいさと、足のような三角野郎がよしたねよしたね、こう足踏みしてる感じですかね。それでこう少し地面を腕と足を使ってこう蹴り払うような動作が間に入ってきて、これをずっとこのスピードで踊ります。よしたねよしたね、だから小さな子供から、お年を召した方まで、ゆっくり、長時間踊ることができる特徴があります。それで今口ずさんでいた、しっちょいさという掛け声と、よしたねよしたねという掛け声、これを合いの手が、かけることで、踊りを盛り上げます。歌っていたのは、歌い手が歌う歌詞なんですけれども、これはその1年の、ねぎらいだとか誰かへの感謝とか、ちょっと自分の気持ちの中にずっとこもっていた怒りの気持ちだとか、それを歌詞に乗せて歌います。だから即興で歌い合うんですね。歌い手と合いの手が即興で歌う歌の掛け合いの中を踊り手がこのように踊っていきます。このしっちょいさという踊りを、エクアドルのこうラトーラというまた小さな、旧市街で、そこに拠点を置いて地元の現地の人たちと交流して、活動しました。で、最初はね、私はこの盆踊りだからこう順番に、どういう作りになっていてとか、どんなことを表現しようとしていてっていうことをこう頭や準備をして頭で考えて、伝えようとしすぎた時期がありまして、でその時にね、こう現地の人たちのこう顔がどんどんこわばっていったんですね。で、あ、その時はまずいと思って、やっぱりこう踊りがこうどんな風な雰囲気なのかとか、こう掛け声かけると どんなことが起こるのかとか、歌い手の人の歌い方の特徴ってどんなんなのかっていう、こうどん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 こう、自分が持ってるものをね、自分で整理しないで、言葉でこうまとめちゃわないで、行為にして、こう行為っていうな、そのパフォーマンスにして開くっていうことにこう切り替えた時期があったんです。で、そうするとこうちょっとずつちょっとずつ、あ、そういうことなのかな、あ、じゃあこれってこういうふうに掛け声返せばいい、ちゃんと向こうもちゃんと行為で返してくれるようにこう変わっていった、なんかそんな転換点みたいなのをよく覚えていて、それ以来あまり準備をしないで活動する拠点に行くようになりました。それがまあ、たくさん私が経験させてもらったんですけれども、そのたくさんある経験の中での一番心に残っていることで、踊りが持っているこう、人をこう動かす力というか、引っ張り合う力というか、目には見えないんだけど行為で何かが相手に向かっていって、でそれを受け取った人が何かをこう返すっていう、なんかこう止まってないんですね。ずーっとこう動き続けていると、なんかそういうしっちょいさの、踊りの中のこう、力に気づいた時すごく嬉しくなりました。で、今取り組んでいるのが、そのしっちょいさを今度は、
インターネットを使って、こう、踊りを向こうにどうにかこう届けられないかなというのを、思っていて、で、そのために、新しい手法を、今、練習をしています。それが、サインポエムといって、手話を使った詩の朗読の表現のことをサインポエムというんですけれども、さっきのこう、足のようなるってこう手拍子だとか、歌だとか、ちょいさんっていう掛け声もすべてサインに置き換えて、画面越しにその歌の掛け合いをしようというのを今やっていまして、例えば手拍子もこれもサインにするとこうなります。で、しちょいさはよしたねよしたねがこうです。で、ここにですね、自分のこう詩を、入れていくんですけれども、じゃあ一つ、自分が今までの中で作ったサインポエムで紹介して、それを視聴者にして、終わろうと思います。どうもありがとうございました。